こんにちは。キーちゃんルームみたいにしてた。こんにちは。キーちゃんルーム。こんばんはかな、もうこんばんはの時間かな。大輔ありがとう、くまちゃんありがとう、くまん。キーちゃんが元気です。今日もくまぷありがとう。くまちゃん、ラブユー。今日はね、ヘアアレンジ自分でしてみました。これ引っかかるね、キーちゃん。レナありがとう、クマちゃん I love you、 ありがとう。いてててててて、キーちゃん元気です。ちゃんがね、結構ね慌てるので大変。あ、昨日は今時ドゥフドゥフナイトパート2聞いていただけましたかね。前髪切ってない、むしろね最近切ってないけどね、なんかねちょうどいい感じ。昨日より短く見る、わかる。なんだろう、え、昨日長かった。仕事中に見れるライミンはチョコより痛い。糖分補給になる。お仕事お疲れ、頑張ってね。みんなお仕事偉いよ、頑張ってる。竹内ありがとう、くまちゃん、くま竹内ありがとう、くまちゃんありがとうってひーちゃんも言っておるよ。ちょっと今日はチャイナ系かも。大好きありがとう、くまちゃんありがとう。
コメント止まってるかと思ったら自分が止めてたね。お疲れ様です。お疲れ、ありがとう。韓国の、お、韓国なんか写真載せてたよね。昨日カラオケで無謀人歌った。え、どうだった？無謀人難しい？カラオケで歌うと。スメ無謀人ハートドローイフテテテンテンテテテテン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 ファイティーン。君の戦闘力最強でしょ。ファイティーン。一人で12人大変。それはそう。よく、え、一人で歌ったの？デルタ猫ありがとう。クマちゃん。ファイティー明日も戦う。ウォッチミウォッチミのアルタカは爪を出していこうよ。キャッチャチャフ。努力は美しい。心にはレイセイも潜む。You can feel the heat. 止められても進むしかない。I'll just never quit. 一人で歌ったかっこよすぎだよ。エミンのクスタと一緒に仙台に一人旅してます。わ、ありがとう。アクスタ、じゃあもう実質アミも仙台に行ってるってことです。インとか。え、ゆいか、え、ありがとう。サファイア、サファイア、サファイアタワーありがとう。ホワイトデータワーありがとう。お仕事中に見に来てくれてありがとう。お仕事戻るからチャイナエミの虜にな、チャイナだけもらえますか？チャイナエミのと、チャイナエミの虜になっちゃいな、痛いやめて、虜になっちゃいな。お仕事ファイトだよ、頑張ってね。無理しないでね、お仕事。ファイティーン。高速チャイナ。キーちゃんが反応する。パチン。お仕事いいか、ファイティーン。キーちゃんも応援してるよ。無音で見とくねん。ファイティー、ファイティン。パンありがとう。 I love you、 I love you、 ありがとう。ちょっとキーちゃん大変だ。そうだよね、みんなまだお仕事中とかね、そういう時間帯ですよね。チュンチュン。
ュンチ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 ュンってしてチュンチュンチュン。仕事のモチベだから初クマ投げてありがとう、嬉しい。クマ非対称、クマすごいね。自分下手くそすぎて非対称ですね。クマちゃんが戻ったキーちゃん戻った。仕事してますよ。20時から5時。え、仕事仕事きつい。え、ってことは9時間、きつい。きーちゃん話しがいではないんだけど、今包丁中って感じ。今お家から出してる。みんみん新年楽しかったよ。サマチョコ可愛かった。じさんありがとう、嬉しいよ。サマチョコの記憶よみがえる。今に大眠感じ弱いって聞いたんですけど、弱いね。はいなんかそうだね、中学校とか高校まともに学校行けてない、全然行けてなかったから、なんか言い訳なのかな。でもなんかあんま分かんないかも。勉強した方がいいですかね。関係生活に困らなければ。でもやっぱり難しいね勉強ねえ、むずいなあ。てかなんかやっぱカタカナひらがな漢字ってあるじゃん、日本って。めっちゃむずい。日本語って難しいらしいね。難しいよ。カタカナひらがな感じだよ。英語なんか日本語のあれね、どれかでいい。もう3つのうちのどれがいい、みんなだったら。あいみひらがなでいいかな。でもひらがなだとちょっとあれか、あれじゃない。あいみ数学の方が好きかも。あいみ数学好きかも。漢字よりも全然国語より数学ですね。カタカナや。フランス語？
いや今できないよ全然。昔学校とかさ、やっぱさ一日でもさ風邪とかで休むと分かんなくなるのと一緒。チンオフ2つでハートになって、ピンスも行くね、年間耳ね、目が落ちきて耳が傾け、小さい声で好きよちゅ、数学できなさすぎて毎回追試かかってた。しんどい。夏休みの宿題貯める派だった。あゆもね貯める派だった。なんか、ああ溜め込むの良くない、良くない。ぬいみさんのコンサート見に行かさせていただきました。もうねすごく最初のオープニングブロックからもう結構激しいダンス曲がたくさんだったから、なんかすごいうわーめっちゃキレキレでかっこいいと思ってて、なんか本当に結構かっこいい感じのね曲がずっと続いてたから、初っ端から湧いた湧いた。湧いた。かっこよすぎた。もうね、いやーすごい体力必要だなってあのオープニングブロック思った。やっぱ天使はどこへ好きすぎる。すごく強くなった気分になる。自分を強くしてくれる楽曲。だなって水平ルートで守るプレシャスも悪魔たちが話し空に飛んだ。誰かが指差して私を笑った。真っ黒に染めるのはどうからのダンス好き、わかる。チョコメラも素晴らしかったし、そももきゅんさんの歌がうますぎる。いや皆さんもいいんですけど、すごくもうびっくりした。かっこよすぎるね。あの小悪魔的な感じがいいよね。遊びに来たよ。小悪魔っぽいの意味もには本当にカメオとかねすごくね好き。ああいう小悪魔系な感じの楽曲大好き。なんか自分のなんだろうな、人のために生きてない感じの女の子の自分のためにおしゃれしてるみたいな、そう自分のためにこう生きてる的な感じのね楽曲がね刺さります。ピンク
か今の日のためハイスクパパもママも誰も気づかない。確かに野獣ね、欲しいよね。ニヤジュイの仮面をカバー、オリジン最高。そう、オリジンですね。オリジン、オリジナル人生を歩むって感じがたまらなくかっこいい。仮面をとか天使はどこへとか、こう勢いがすごい、なんか疾走感あるっていうのかな、なんかこうずっとなんか、うん、でも亀は結構あれか、なんか何こう紫の照明とかがすごい合う楽曲だから、うん、ちょっとこう悪い女的なのがすごくいいよね。紫ね、いいよね。紫ってね、魅力的だよね。パーポー、パープル、悪い女の子ね、悪い女の子、バッド、バッドガール、バッドガール。みんな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 よ。タタタン。ダーク系。イノジ行かないじゃん。イノジって略してる人初めて見た。イノジの楽曲で一番好きな、可愛い楽曲、可愛い曲、楽曲たくさんある。待って、一番は本当に決めれないんだけど、でもスー好きじゃないとかめっちゃ好き、かわいい。顔をかすりのた声、ねえ待て、え、それって絶対だってだってときめき、すすき、やばい髪型かわいすぎ、チュッチュッやったねー、くまちゃんヘアです。すすきじゃない、あと夏祭り恋しちゃうとか、青春サブリミナルとか、咲かせダイヤモンドリリー大好き。切ない曲もいい、わかる、あのコンツルツル、ラストノートしか知らない。もしこれが恋ならば、あ、確か無理なんだよ。リターンズ、リターンズ
あゆにシュシュ聞きたい。今ね言う時じゃないかも、まだちょっとためとく。だからとっていいよね。君が大好きだ。温存。でもそういうキャラじゃないからな、あんまり。ダメ、なに。仕事休憩で見に来たら可愛すぎてやばい、恋した、プープー、恋した、恋好きじゃない、恋か。冬の君に何度恋するんだろう、 Have you more than this みたい。愛し合うヘル、愛し合う。あの一言、あの2周年の2周年コンサートのあの自己紹介の時のね一言はね、結構ね、そう、何言おうかなって考える。割とアブソリュートのツアーの時はあのかっこいい感じでね、まあ可愛いこと言ってた子もいたんだけど、かっこいい、え、何これかわいい、さえた、え、ありがとう、何めっちゃ可愛い、これ。可愛い。トイプードル、これトイプードルちゃん。トイプードルと買ったんだ。可愛い、ありがとう、サイタン。トイプいただきました。ありがとう、トイプーちゃんです。トイプータワーありがとう、トイプードルタワー。伝えてありがとう、嬉しい、これかわいいね、すごい、こんなのあるんだ、すごかわいい。ホワイトデー限定のか、これね、なんか天使の輪みたいなのもついてるし、お目目キュルキュル、かわいい、ありがとう、テンクス、いっぱい恋してね。いろんなギフトがあるんだね。ホワイトデーは何だったっけ、商品、商品、美白塗りなんちゃら、いいね、こんにちは、こんにちは、パックらしいよ、まいちゃん言ってた、すごい、前好きそう、パック、好きそうだな、なんかお団子非対称すぎてさ、どないなってるって感じ。今お家でブラウニー作りながら見てる、え、くるくるくる、かわいい、ブラウニーを作りながら見てる、ありがとう、見てくれて、ブラウニー出来上がったらツイッター載せてね、見るよ、百投げ完了、ありがとう、普段かわいいね、仕事戻る、お仕事を頑張れ、
やっと明日テスト終わるの。お疲れ、お疲れ様です。あ、席ありがとう。もういいお届け、くまちゃんありがとう。今日はね、クマ耳クマ耳かな。配信終わったら仕事戻るつもりだから終わらないでじゃあずっとする？キラキラン。今度猫耳ヘア、猫耳ヘアしてみたい。あれむずそう。夕方配信復活してきた。まあ今日がたまたまできたっていう感じかな。頑張る、明日もみんな頑張ってて偉い。でもね、私もねちょっとお仕事があるので、もうそろそろ配信を終わろうかな。あゆみさん香水つけないんだよね。なんかつけましょうか。たまにでもディル、ディオール、ディルディルディオールとかたまにつけるけど。あゆみなんかそうだね、なんか見た目的にすごいね、あのメイクとかなんかネイルとかピアスとか香水とかめっちゃ好きそうな感じに結構見られることが多いんだけど、割と、まあ、嫌いじゃないけどめっちゃ興味あるわけでもないみたいな、めっちゃ女子力低い女なんですよ。女子力上げますね今年は。え、何これ、ありがとう、かわいいパン、ありがとう。あゆみちゃんがお仕事頑張れる活力、活力かわいい、頑張ろう。お互いお仕事戻りなく、戻りたくなくて、おうつ、やだやだ、うつだよね。なんかちょっとでも自分なりの自分の機嫌を取るなんかさあるじゃん、きつい、自分がちょっとなんかしんどいなって時、こういうことしとくとちょっと楽になるとか、そういうのをして少しでも乗り越えていきましょう、きついことを。そうなんだ、そんな感じに見えないね。ねえ、偏見の脳のピアス開けない、痛そうって感じ。でもおしゃれだよねピアス。イヤリングなんか痛い時あるし。セッキーありがとう、くまちゃんありがとう。仕事合間にこのエジョイパズルばかりしてる。ありがとう、クレ星人。あゆみも負けずに頑張るあゆみの配信見て疲れ飛んだ。ほんと？パーン、疲れ飛ばせよ偏見の斧、新曲っぽい。なんか作ろうかな、じゃあ曲。そろそろ戻らないとまずい。まだいないよ。ピアス10個ぐらい空いてます、実は。うん、え、マジ？どこ？痛くないのか。わーお、
ピアス開けれない。ピアスのさ、なんか開ける機械みたいなやつ取れなくなるみたいな、ガチャンみたいな、なんかして痛いみたいな今日のメイク俺好み、やった。ピアス開けてないの一緒、おそろい。お耳に10個プープー、すごすぎ、プープー、すごいたくさんだね。一瞬だって。あ、でもなんかさ、海外の赤ちゃんとか生まれてすぐ刺されるみたいなあるよね。ピアス開けたら金やり発覚、金属アレルギー、穴塞いだ。穴そんな簡単に塞げるの？どんな頭隙がついてく、ついてき時に歩みがついてく、追いかけっこ、みんなについてきてって歩みが言ってみんなついてくるけど、ちょっとダメだあーってなったらみんなに歩みがついてく、で歩みがまたついてきてって持ち直したらみんながついてくるけど、やっぱ歩みがあ、ダメだちょっとこれはよくわからないってなったらみんなについてく追いかけっこ。押してもいいですか？ダメなわけないでしょう。進んでない、それなもう同じところをずっと繰り返す。もうそういう感じでお願いしますね。時についていき、時についてきて、ついてこさせる反復のこと布教したいんだけど、なんて言って布教したらいい？なんて言って布教したいんだろう。なんて言ったら一番さ興味持つんだろうね。漏れてる写真を見せまくる支えます、どすこいどすこい。そうだね、もう終わりそう、そろそろじゃあこの辺でショールーム終わろうかな。すごい最近頻繁にショールームができててすごく嬉しい。友達にいっぱい動画見せて可愛いでしょって言ってたありがとう。何の動画だろう。嬉しい、恥ずかしいけど嬉しい。本当にありがとう、こちらこそ。じゃあランキングを読みます。あゆみちゃん見せると赤ちゃんって言うねんなって。じゃあランキング見ますね。13位まーさん、12位キング、11位わーちゃん、10位なにか、9位デルタ猫様、8位レナ、7位タケッチ、6位クマプー、5位パン、4位あゆみの奇跡セッキー、3位大輔、
2位さえた、1位はブルルルルちゃん、ゆいか、ありがとう。今日も配信に来てくださってありがとうございました。お知らせをしようかな。初めて LINE 金が入った、おめでとう、ありがとうね、たくさんギフトありがとう。お仕事頑張れます、頑張ろう、お互い頑張ろうね。次は早く来ます。いや、あゆみもね、いきなり始めちゃうから。じゃあお仕事頑張れそう。今日も好き好きカーニバル開催、チュッチュッ、連日見れてなかったけど今日見れて嬉しかったよ。ビッグラブ、ビッグラブ。今日のお昼の12時から明日のお昼の12時、明日のお昼の12時までなんだけど、オンライン個別サイン会、オンライン個別お話し会、オンライン個別オンライン個別お話し会、オンライン個別サイン会が明日のお昼の12時までです。12時、明日のお昼の12時オンライン個別サイン会とオンライン個別お話し会、明日のこっちか12時までなのでお待ちしております。絶対にいつもね、みんな、あ、支払い忘れてたって感じの寝方が多いので、メモまたツイッターで宣伝します。土曜お話行く、ヨロピコ、ヨロピコを楽しみ、もしかせない、そう、即支払いマン、マジでできよう。明日のお昼の12時まで。結構ね、いつもね、その申し込み受付がもうね、すぐだからね、もうその時にもうした方がいいですねお話をたくさんしよう。そしてサイン会は個別だから、オンラインで1対1かな、だからカキカキさせてください。土日ね、オンラインお話し会もあるし、オンラインお話し会不足だね、もう全然してないから、楽しみ。じゃあ今日もね、みんなありがとう、たくさんお話できて楽しかったよ。じゃん、グッナイ、おやぼみ、バヨバヨン。たくさんギフトコメントありがとう。ショールームのフォローよろしくお願いします。バヨン。ピシュ、おやぽみ、まだ早いけど。